はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれたおらなし、新宿高校西宮並木金田ロッキーです。さあ、タレントのね、藤田ニコルちゃん結婚おめでとうございます。はい、お相手がね、イケメン俳優の稲葉優君ということでですね、結局もう男女なんてね、本当にもうイケメン美女が好きなわけですよ。誰でもね、はい、一般の方々でも芸能人でも、芸能人周りにね、美男美女がいっぱいいるわけじゃないですか。もうそれ同士くっつくんですから、はい、ですからね、もう僕のとこよう占いに来てね、ジャニーズの誰々君、嵐の誰々君と結婚できますかとかね、まあいろんなことを言ってくる人がいるんですよ。はい、あそこの LDH のね、誰々君と結婚できますかとかね、真面目に聞いてきますからね。はい、でそれはそれで別にね、お子ちゃませんやら夢語るの好き子ちゃん出てる人はそんな感じで言うてくるんですけれども、人間の差っていうのは、できますかできますか、はい、僕億万長者になりますか、金持ちになりますか、成功できますか、言う前に宝くじ当てますかもそうなんですけれども、宝くじ当てるのもその必死になって買い方というか、はい、神社でまずお金洗って、その参道でね、買う、ほんでいい日一粒万倍日とか天赦日に買うとかね、本気で当てたい人は当てる確率上げる、神頼みしてても当てる、どうしたらいいのかっていうの、そのただ当たりますか当たりますかじゃなしに、本気で当て方を研究するわけですよ。嵐の誰々君と結婚できますか、ほんまにしたいなら自分がタレントになるか事務所のスタッフになるのか、もうそんなんだと余計近づけないですからね。で、あと、メイクヘアメイクさんになるのか、スタイリストさんになるのか、近づき方を考えるわけですよ。なったところで、ね、嵐の〇〇君の担当になるかと言われたらそうでもないですしね。うん、だからまあ、ね、スタバはもう、周りにおる者同士、グッドルッキングピーポー同士、一緒になっちゃいますので、はい。だからまあ、なかなかね、その一般の方とどうのこうのいうのが、まあまあ、ほぼないので、まあ、あんまりね、そこも、僕のとこ来られても、占い結果出したところで、いや、別に出えへんし、まず、僕はもう、真面目に話するんですよ。近づきたかったら、いや、まず近づき方考えなあかんやろ、どうするの、事務所のスタッフなるの、あなた女優なるの、いや、無理です。スタイリストさんなるの、ヘアメイクさんなるの、どうする、なれる、なりません、いや、ほんならも確率ないよな、0.0001% ぐらいよなって話するんですけど、だから何でもそうなんですけど、夢描くだけじゃなしにね、まあ、本気でやろうと思う人は本気でその近づき方、本気でやり方を考えるわけで、そこって僕は大事やと思いますので、はい、まあ、まあ大体もうタレントさん同士がね、もうくっつきますので、はい、そんな感じでね、くっつきたい方、タレントになってください、はい、そしたらちょっと確率上がると思いますので、うん、まずじゃあそこおしゃべり勉強して自分磨いて、うん、ね、そうするのが俺は普通やと思いますので、無理やる言うんやったら、まあね、その夢描いて、そこだけで夢描いてる分だけ時間過ぎちゃいますから、その時間とお金使って実社会で誰か出会ってお勉強する方がね、僕はよっぽど有意義やと思います。はい、そんな感じで、ではニコルどうなるのか、まず全体から占っていきたいと思います。はい、これニコルの占い結果ですけれども、強行のカード、マジシャン、これ努力する、これ強行のカードも結婚相手として最高です、努力する、ただ恋人の逆が出てて、愚者のカード出てるんで、
結婚相手としては最高で結婚に向かって動き出したんですけれども、ちょっと恋人気分は捨てないといけない、まあ遊びじゃないですからね結婚ね、そういう部分があります。ただニコルン最終的にはこう私生活と仕事バランス取れて希望を見えてきて、吊り下げられた男も立ち上がる、逆出てるんで立ち上がるになるんで、まあ平方向に動き出すんじゃないですか。だからまあ結婚に対してちょっとマリッジブルー的なのはもしかしたらあったのかもわかんないですけれども、まあ相手としても最高ですし、まあいい結婚生活、これはいいのが出ております。はい、 B 子さん占い結果です。これね、女強行強行両方出てますので、あの結婚相手としてはもう最高なんですよ。ただ真ん中にちょっとテンパランスの逆、節制できない真ん中出てますので、だから結婚相手としてはええねんけど、やっぱこれもマリッジブルーかな。まあ上3枚かこう真ん中が今、下3枚がだいたい未来ぐらいになりますので、まあ相手としてはいい、ただちょっとまあ引っかかりもある、結婚に対する不安とかマリッジブルーとか周りのこととかそういうことなんでしょうね。で今はもう世界に羽ばたいた、世界に羽ばたいた前に踏み出せる、羽ばたいた踏み出せる両方出ておりますので、もう前には進んでいきます。でこれラバーズ、まあ、あのいい相手ですね。これとラバーズと強行のカード出てたらもう最高。これも法律ごと司るカード2枚とラバーズのカードで出たも相手としては最高ですね。ただ最後ちょっと気になるのが、隠さないといけない、なんか2人が表に出しちゃいけないことなのか、まあまあ普通に私生活嗅ぎ回られてうっとしい、それ隠さなあかんってことなのかもわかんないですけれども、うん、なんか隠し事、うん、やっぱり隠していかないといけない不安な部分とも取れますし、そういう部分もありますけれども、まあ相手としては最高なのではないでしょうか。はい、ニコルンのまず全体音として出しました、解説していきます。自分本位のことをやる、モチベーション上がらん、太陽さんさんじゃない、なんか節制できないし、お金のことがな、結婚して仕事減る、なんか出費増える、どうしようかなっていうのがあって、いろいろ考えつつで、まあ外に羽ばたく、ただお金は出ていく、なんやろ、うっとしが外国に行ける、外国と仕事しだす、外に羽ばたく、今までと違うことをチャレンジしだす、なんかいろいろ人から聞いて新しい分野チャレンジする、これ今まで自分がいる世界よりも外を見るってこと、彼女も俳優チャレンジするのかな、その結果ちょっと収入減るのかも、そんなもあるかもわからないけど、これ何のことより仕事のことなのかな、自分のやりたいことやるけれども、ちょっと大変な部分があって、自分が今やってる世界よりも外のことをチャレンジする、今でもモデルとかタレントやもんな、ちゃうことをチャレンジする、その結果としてちょっと収入が減るみたいなんでっていう、うん、はい、ということで、じゃあちょっとね、こう結婚生活どうなりますかっていうのを特化して見ていきたいと思います。はい、ニコルの結婚生活どうなりますか、解説していきます。ラブラブで、これはだからさっきも自分の本意のことをして、ただ恋人の逆、何やらもう恋人気分味わえないってことかな、逆にまあ、自分本位として太陽さんさんで楽しいやねんけれども、外に出れない、2人でなんかもう嗅ぎ回られてそれがうっとしいんかな、2人でも恋人、逆に一緒になったから出れるやろうじゃないし、逆に嗅ぎ回られてもうブワー写真週刊誌カメラマンにつきまとわれるから、周りに迷惑かけてしまうからもう出れないってことなんかな、我慢出てる、まあ希望は見えてくんねんけどイライラする、結婚していい部分があんねんけれども、なんか2人でラブラブ生活はやっぱりちょっと送られへんで、そのお出かけしたりどうのこうのね、一般人じゃちゃうから、うん、であとまたな、特に旦那の方から探されたりどうのこうの、また誹謗中傷があったりとかそんなんもあるやろうし、うん、な
んか悪いことしてへんかとかな。だから結局ちょっとあんまりもう我慢とかイライラするみたいなんで、芸能人結婚を習っていつもそうなんですけど、ニコルもちょっとそれな、もう逆にちょっと、まあ、結婚は自分の意思でそれはもう楽しいこと希望も見てくる部分もあんねんけれども、我慢せなあかんとかもうっとしいわ、なんかそこに出られへんわ、二人でラブラブできへんわ、そんな感じが出ております。はいね、嗅ぎ回るのはもうカメラマンパパラッチの皆さん追っかけるのやめてあげてください。はい、まあ、そんな感じでね、まあどうやろうな、ちょっと新しいことももしかしたらチャレンジしたりするのかもしれない。はい、 YouTube やのかな。はい、読んでください。はい、そんな感じでね、幸せになっていただきたいと思います。子供も多分可愛いと思いますので。ニコールもあれか、フィリピンとハーフやったっけな、うん、メイバッチでの可愛い子が生まれると思いますので、はい、二世誕生にも期待しております。はい、そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。